最高ということでね、どうもカムです。今回なんですけども、デスメタルクレートっていうのが登場して、これ見てください、デマイズ。これタイプのね、新明細なんですけど、これは手に入れるしかないでしょ。めちゃめちゃかっこいいんでね、じゃこれね、早速ねちょっとガン回ししていきたいなと思います。多分ね、まあ50連ぐらい出たらいいかな。50連ぐらいで出たら全然いいんですけども、まあそれはちょっとタイプ以外目がないんですよね僕。そう、さあ来い。あれ、あーま、誰やお前。なんか一瞬さ、この銃口のとこちょっと M4 に見えたんですけど、あー、これ DL なんか。DL でこんなんあんのか。これでも今さ、タイプだけよね、多分出てないの。来た。おめでとうございます。自分に言うスタイルね。さて、これ、射程アップかな？こいつか。ちょっと今回はね、ちょっとまあいつもの亀カスタムでやっていきましょう。これ、お決まりの亀カスタムなんで、こういうような感じでね、ちょっと早速やっていきましょうか。ということでね、早速、サーチ&デストロイやっていくんですけども、これ、アイアンサイトがね、めちゃめちゃ見やすくて、こんな感じですね。そう。でもなんか敵を囲うような感じになってるんですけど、なんか反動がね、ないように感じるんですよ。なぜかわかんないですけど。こっから来るか。いたんで、早速やっていって、早速やっていってあげて、さあラスト1人、大丈夫ですか。砂対決しないか。オッケー、キルパックしていく。いや、今キルパックではなくてカバーです。はい、キルパックではなくてカバーですから。さて、まあ同じルート行きますか。ここっすね。そう、ここの滑り打ちで見ていく。めちゃめちゃ強いね。おすすめですこれ。さあしっかりやっていってあげて。さて、これなんかめっちゃ突っ込んでないか。ナイス。ちょっとトリップ前だけ怖いな。オッケー。さあラストは、なんかあんなところやられてるぞ。大丈夫ですか。ナイス、ナイスやね。あね、あんまり良くないんで。そう、あそこから行ってたもんやられるんで、やっていってあげて。こっち怖いな。やってくれるかな。キッチンにいたと思うんですけども、さあそれやれるよ。遠距離も強いタイプくん、高いねんけど。ふっ、ナイス、いいね。その削っていったところをね、しっかり味方がやってくれるっていうことでね。怖いな。最悪、最悪、マジでこれ敵突っ込んでくると思わんかった。いやー、この系のやれさえすれば崩れてなかったな。いさらいるのか、そこ。あれ、いない。オッケー、オッケー。いや、それ甘いよ。オッケー、4立てやりますねこれ。いや、気持ちいいねこれ。マジでこのタイプありやから。裏取りしていくか。裏取りは素早くね。いるね。オッケー、トリップ前も壊してあげて。これ残り、これ多分 A 仲やと思うんすけど。あれ、いない。どこにいる？なんか盆落ちがすごいとこ行ってんの。まあいいけど。おっと？オッケー、なんかナイフ煽ったけど。おい、てか、なんかお前手がおかしいぞこいつ。なんかタイプを持つことによって、なんか手がなんかドスコイみたいな感じの腕になってるんですけど、大丈夫ですかね。さあということで、14キル、命中率 40%、 いいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、続いてハードポイントですか、やっていくんですけども、まあこのマップのね、結構タイプ強いっていうことで、まあ KN ばっかりな、てか俺以外 KN じゃないか。そうでもないか。さてやっていきましょうか。いいね、そのスモーク。これ抜かれないでしょ。さて、はっ、びっくりした。敵かと思ったぞ。オッケー、やっていきましょうか。さあ、しっかり SR 買っていってあげて、行きましょうか、それ。いや、それ怖いな。いやー、いるよね。
ッケー、さあ UAV 発動していってあげて。さあこれまだ4番っすね。なんかいるね。それオッケー、これ買っていって、もうずっと4番に閉じ込めてるっていう感じなんですけども、オッケー、さあ2人買っていって、オッケー、やっブワッハッ、オッケー、これ4番から出てこないか、大丈夫かな。いや怖いな怖いな、ちょっとセンター買っていきたいんで、こっちからちょっと見ていくんですけども、いやそれはまずい、 KN は負けちゃう。いやこれまずいな、ここでグレー置いといて上なんですけど、全く敵が映ってない。いやバレた、最悪、これ位置バレたんで、これ来るか、 OK、 まだ中にいると思うんで、こいつを買っていってあげて、さて4番から来ているので、いやーマジでそれ負ける、 M4 か、マジで威力は全然勝ってたんやけどな。ナイス、 OK、 しっかりやっていく、打ち合いは強いよタイプ、こっちの、やばそうやね、やばそうやね、おるぞまだ、もう一人いたよね、 OK、 いいね、これタイプ強すぎんか、タイプ強すぎんか。さて3番にいるかな、3番にいるかなという感じなんですが、これ来るね、さやっていって強か、ここもやっていってあげて、これ全部エロンか、全部エロンから来てるのか、いやなんか一人湧いてんな、オッケー、オッケー、さあもう一人どこや、やってくれたか、さあエロン怖いね、いや入ったか、オッケー、オッケー、強っ、タイプ強っ、パラレルじゃないよ。さてここもやってあげて、いやーマジか、そっから湧くか、さていやでもいけるいける、勝てるぞ勝てるぞ勝てるぞ、やっちまやっちま、お前らならいける、オッケー、ナイス。さあ24キル5です、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、まあ、今回はこのタイプ使っていったんですけども、どうだったでしょうか。あの割とねこの形がかっこいいっていうのもあるし、なんか他の武器みたいな、これ他の武器みたいなんで、結構ねカメさん気に入ってるし、でしかもね、あのこのアイアンサイトのせいだと思うんですけど、めちゃめちゃ反動をね感じさせないというような感じのマスの迷彩、まあ、武器となっております。ぜひぜひね、あのちょっと皆さん余裕があればね、まあ、ちょっとお金に余裕があればぜひぜひね手に入れてもいい武器なんじゃないかなと思っております。それではね、今回これで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。